角川ゲームス。はじめから、この物語はフィクションです。よし、なんだ、懐かしいな。あれは確か、
私は人を殺してしまいました。私はやめた方がいいと思ってたわ。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。いい加減にして、もう我慢の限界。さようなら。25年前に亡くなってるんだよ。そういう名前のクラスメートはいません。話せるようなことは何もないわ。どうして彼女のことを調べてるんだ。ごめんなさい、知らない人です。何を調べてるの。
通の手紙が導く七つの過去と一つの嘘。真実は果てしなく切ない。ルートレター。始まりの便箋。飛行機はあと10分ほどで降下を開始します。いつも縁結び空港の到着は13時を予定しております。地方の天気は晴れ、気温は21度、快適で過ごしやすい気候です。そうだ。はじめまして。島根県松江の高校に通う文野綾です。神の国として有名な島根ですが、気候や風土や人の気質も違います。そして出雲は縁結びの地でもあります。偉そうに書いていますが、実は私は中二の春に引っ越してきたんです。私には仲のいい7人のクラスメイトがいます。お坊ちゃん育ちのチビ、運動神経抜群のサル、正義感が強い男前のガリ、優しいデブ、おしゃべりなビッチ、学校一の秀才のメガネ、それにかけがえのない親友。彼らと出会えて本当に良かったと思っています。あなたには心を許せる友達はいますか？お返事待っています。文野綾。PS。休みは何をしていますか？Thank you.
Thank you.